ございます。趣味ナナです。寒いっすね、朝。やっぱいつ走ればいいんだ、こういう季節は。寒い。今週の火曜日かな、火曜日にね、軽く状態確認のジョグったら痛くなかったんでですね、5キロ全然問題なく走れて、走れたんですね。そんで、その翌日なんですけども、まあ、5キロプラスアルファしてですね、私がよくね、平日のジョグでやってた40分走ったんですけど、40分もですね、全然問題なかったです。痛くなかったです。40分で 6.7 キロぐらいですね、全然痛くなかったですね。で、だいぶいい方向に向かってるんだなってのは分かりました。で、まあ、5、6キロ走る分には全然痛くないんで、痛くないってことがよくよく分かりましたんで、よくよくいつも2回なんですけどね、走ったのね。なので、今日はですね、5、6キロ、まあ5キロ、最長5キロぐらい、4、5キロ、4キロぐらいでいいんですけどね、を少し速いペースで走りたいと思います。ただ、一気にね、こう、行きそうみたいな、多分ちょっと全然心拍きついんで、持たないんで、まあインターバルっぽくやりたいなと思います。1キロ、まあどうだろうな、5分切るぐらい、4分半から5分切るぐらい、ちょっと幅を持たせてやって、で、かつ、レストはいくらでもって感じですね。まあまあちょっと確認しつつっていう感じかな。うん。この前ね、以前動画上げた感じのやつなんですけど、それをまあ3本じゃなくて4、5本にしようかと思ってます。まあ4本ぐらいいいのかな。1本増やすぐらいでいいかなと思ってます。はい。寒い。とりあえずじゃあ行きます。頑張ります。寒い。1本目終わりまして、4分30秒ぐらいだったようです。時計1回も見なかったんですけど、なんとかなるもんですね。まあ、1本目ね、ちょっと早く入りがちなんですけど、だいぶコントロールできたかな。レストはですね、とにかくもうきっちり落ち着くまでですね、休むという感じです。まあまだね、しっかりレスト管理するのはもうちょっと体が戻ってからでいいかな。ってことで次は2本目です。さあ3本目いきます。向かい風で前に進まん。まあ、2本目ですね。もうやめたい。まあ、あと行って帰ってきてやめようかな。で、計4本ね。レスト3分で行きます。3本目終わりました。やっぱ風向きですね。2本目よりも3本目は楽だ。風向きか。次ラスト1本。もうちょっとできそうな気もするんですけど、まあちょっと控えめぐらいでちょうどいいですね。ちょっとしばらくは控えめで、もうちょっといけるぞっていうところでやめとこうと思います。せっかくなんで今日はレスト3分に揃えたいと思います。
お疲れ様でした。お疲れ様です。4本ですね。1キロ4本のインターバルもどき、終わりました。そのね、ラスト1本が向かい風で前に進まないっていうの良くないね。まあでも、先週かな、ちょうど1週間前にやったね、インターバルが4分半ぐらいを3本でね、もう限界だったんですけど、今日はまあ4本やってこんな感じなんで、で、レストも確かね、先週は4分半ぐらい結構のんびり撮ったんですけど、まあ今日はその3分で揃えられたっていうことで、だいぶ改善されてるのかなっていう気はします。まあそんなことよりもね、こうやってね、痛み違和感なしで走れるのがね、とにかく今ありがたい。まあちょっとね、油断するとね、またね、治ってるわけではないと思ってるので、ただこう痛くなる距離っていうんですか、距離歩数っていうのが、今までは3000歩ぐらい、3キロなんで3000歩前後ですよね。っていうのが、例えばそれが8000、9000、1万歩ぐらいになっただけだと思ってるんですよ。だから治ってるわけじゃないと思うんですね。なので、まあちょっとしばらくその、前回のね、前々回かの動画であげました、ストレッチだとかマッサージ、うんうんっていうのはね、ちょっと念入りにやっていく必要はあるんだろうなとは思ってますけども。とりあえず今ね、こうやって走れるっていうのはね、ありがたいことだなと思います。1ヶ月でね、1ヶ月ちょっとで戻れたってね、こういう、ちょっとの練習でもできるようになったっていうのは、まあまあ、ありがたいことですよね。もっと時間かかる、時間かかるのも知ってるし、3キロぐらい走ると足が痛くなる、膝が痛くなるっていう状態で、東京マラソン出るっていうことも考えていたので、まあそうなるんだろうななんて、こう内心思っていたので、まあこの状態になったっていうのは本当ありがたいですね。それはやっぱストレッチとかね、マッサージガンのおかげなんだろうなと思うようにはしています。わかんないからね、やってなかったらどうかとかね。やって、1ヶ月でこうやって少しはね、痛みなしで走れるようになってるので、そういう意味では良かったですよね。やってね。うん。はい。ということでね、今日の練習は以上ですね。次はですね、週末10キロ走をですね、今、雪次第なんですけど、天気の状況次第ですけど、ちょっと距離を伸ばして、40分走から距離を伸ばすステップアップとしてですね、次は10キロ走を予定しています。はい。では、そちらに、どうぞ。はい。はい。今、5キロですね。5キロで30分30秒ぐらい。まあ、キロ6ぐらいですね。そんな、そんなジョグ中です、はあ、今日はあったかいね。昨日雪降ったんですけどね、はあ、5キロ過ぎましたけど別に足は痛くないですね。やったやった。で、今日はなんとか10キロ行きたいんですけどね、どうでしょうか。ちょっと息がもたなそうすでに5キロできつい、はあ、今ね8キロ過ぎました。だいたい8キロで50分ぐらいですかね。足は全然平気です。右も左も平気なんですけど、やっぱ息が上がる。あと、右のお尻の、これ中殿筋、大殿筋よくわかんないですけど、そこのね、筋肉が疲れてる。やっぱ丸1ヶ月走んないと落ちますね。まあ、あと2キロね、ちょっと様子見ながら走りたいと思います。ああ、10キロ終わりました。10キロで行きました。疲れた。はい、お疲れ様です。10キロ走りました。よかった。先週というか平日にね、5キロ痛くなかったですって言って、で、その次に40分、まあ、6.7 キロぐらいなんですけど、走って、その次には1キロが4本ですね、の、まあ、プチインターバルみたいな、まあ、レスト長いんでね、インターバルって言っていいかわかんないですけど、まあ、4本のインターバルですね、この動画の前半部分のやつやって、そして、今日ですね、6キロ6分20ぐらいですかね、のペース、まあ、ゆっくりのペースで、10キロ走りました。よかった。足の痛み全然ないですね。ただただ息が上がってしょうがなかったっていうか、きつかった6分20ぐらいですげえきついんですよ。もうしょうがないですけどね、まあ、本当走れるだけありがたい。もう5キロ走れればね、
行き走とか、まあ、そういうちょっと短い時間でやる練習ができるって言いましたけど、まあ、10キロ走れればね、もう普通に練習できますね。走力を戻すっていうのに関してはまあいいんすわ。あの次のね、大会があの東京マラソンなんですけど、3月5日でしたっけ、東京マラソンまでは戻らないの分かってるんで、東京マラソンはまあもういいんですよ。もうここからもう一回ですね、あのちょっと仕切り直してじっくりやっていくみたいな感覚ではおります。全然大丈夫、よかった、よかったです。本当よかった。もうね言うことはよかったとしか言えないですね。本当よかった。まだ治った後はね、やっぱ言えないというか、何を持って治ったっていいか分かんないんですけど、まあ、今のところ痛みはないかな。まあ、ちょっとじっくり、まあ、筋トレはまとめ学として、まあ、ストレッチとかはですね、まあ、ストレッチマッサージしっかりやっていきたいと思います。長径靭帯炎で丸1ヶ月6週間なんとかね少しずつ走れるようになってきてます。とにかくいい方向に向かってるっていうのが本当ありがたいですね。まあ、こんな感じで少しずつ距離を伸ばしていく感じかな。あとペース速いのはペース速いので別にやるんですけど、速すぎない程度にっていう感じなのかなっていうふうに今思ってます。はい、ということで本日は以上になります。本日の最後までありがとうございました。では失礼します。